こういう人はリースで買ったら 100% 損します。はい、こんにちは、服部です。車の購入方法の一つのリースについて今回は話していこうと思います。そもそもリースとは何なのか、デメリットはあるのか、そしてこんな人がリースに向いている向いていないという項目で深掘りして話していこうと思います。まず車を購入するにあたっての支払い方法というのはざっくりこんな感じです。この一覧の中で一番、お得にというか手数料がかからず買えるのが現金一括です。他のものに関しては手数料だったり、プラスアルファのオプションがついてきたりとなる場合がほとんどです。はい、これを踏まえた上でリースとは何なのか説明していこうと思います。自分が選んだ車を一定期間一定の金額で月々払っていくというのがリースです。わかりやすく言うと月額課金みたいな感じです。LINE ミュージックとか Amazon プライムとかあんな感じと同じ価格です、はい。リースには2種類設定っていうのがあって、1つ目がオープンエンド、2つ目がクローズエンドという2種類に分かれています。簡単に今回ちょっと説明しますね。そもそもリースっていうのは本体価格から残価分を引いた金額っていうのを月々支払っていきます。で、2種類オープンエンドとクローズエンド、何が違うかというと残価の部分っていうのが変わってきます。オープンエンドっていうのはリース会社が残価っていうのは設定するんですが、お客さんにオープンにしてくれます、いくら残せますよっていうので、クローズっていうのはいくら残価が残されているのかっていうのは示されない。これだけ聞いたらクローズ良くないやん風になると思うんですけど、プランによってはリースが終わったら追加料金なしで自分のものになるっていう契約もあると。で、オープンの場合はもちろん特約みたいなのもあるんですけど、基本的にはもうリース会社に返すみたいな内容です。まあ、この2種類があって、残価を設定して月々の支払額を決めるのでちょっと安くなるよという感じです。で、当然このリースなので所有権っていうのはリース会社につきます。で、さっきちょっとサブスクみたいなもんって言ったんですけど、じゃあサブスクとリース何が違うのっていうと、ほぼ一緒、言い方が違うだけ。サブスクっていうのが浸透してるっていうのもあって表現してるっていうだけです。なんか流行る前から車業界はサブスクのシステムを取り入れてたってことですね。それを今になって分かりやすいから名前を変えてるみたいな。そうそう、そういう感じですね。本当にそういう感じ。まあ、前からあったけど利用者はやっぱり少なかったかな。そうなんだ。ただ法人さんの場合だとリースで購入されてる結構多いです。はい、では続いてメリットとデメリットについて話していきます。まずメリットですね。一番最初に出てくるのが月々一定の額が引き落としされていくと。この月々の支払い額の中にはもちろん手数料とかも含まれるんですが、期間内の税金っていうのも全てそこに含まれるので、急な出費っていうのがないです。なので5月6月ぐらいに税金数値来ると思うんですが、リースで組んでる場合は自分の元には来ないです。まあ想定しておかなくても組み込まれてるので払っているよっていう感じです。で、次に、頭金や初期費用を用意する必要がありません。まあ、プランによっては最初にいくら払ってくださいみたいなのもあるのかなかもしれないですが、基本的には、全て総額で含まれていて、それを、月々払っていくという感じなので、手元にお金がなくてもそこそこの車が乗れるという感じです。ローンに比べて月々支払う金額が抑えられます。ただ残価設定型ローンじゃなくて普通の一定型のローンと比べてっていう話です。あと税金がまとめられているっていう話をしたんですが、車検代とかメンテナンス代とかも含まれているっていうプランもあります。はい、じゃあ続いてデメリットいきたいと思います。総額でいうと他の支払い方法に比べると高くなります。まあ、それは一緒くたにまとめられているとはいえ、やっぱりリース会社の手数料が入っていたりというのがあるので、現金に比べたらもちろん高いですねっていう話です。ただ法人さんには結構ねメリットな部分というかにもなってて、現金で買うと減価償却っていうのをしていかないとダメなんですけど、リースの場合固定資産っていう風に含まれない、借りているものになるので全額経費にすることができるということで、法人さんでは結構当たり前に使われてましたよっていうのがその理由です。で、その十数台とかねいっぱいある場合、メンテパックとかも一緒に入れることができるんで管理が楽っていうのもあって主流になっていったと。はい、そして所有権っていうのがねリース会社についてしまいます。だから個人の所有物ではないということがデメリットとしても挙げられます。所有権が自分かリース会社かってデメリットって要は何なんですか。自分の所有物じゃないねんか。例えばそれは自分が悪いんだけど月々払いませんでしたとかってなったら、リース会社はそれ自分のものやから没収しちゃう。ああ、なるほどね。もう一つがやっぱりカスタムしにくいっていうのもあります。っていうのもやっぱり元の状態に戻しておかなあかんというかね、そういうリスクを考えるとやっぱりカスタム好きの人からしたらすごいデメリットです。そして期間内の中途解約について手数料がかかってしまいます。これはもう契約が決められているので違約金解約金っていうのがかかってくるのは致し方ないところです。で、残価精算のリスクがあるのでこれちょっと気を使わないといけない。正直走行距離これぐらいっていうのが見込まれてるんですね。で、傷もこれぐらい、それを上回るものに関しては追加料金っていうのが発生してくる場合があります。
まあ、賃貸物件とかでもそうだと思うんですが、退去時原状回復義務みたいなのがあって、ありますね、ちょっと詳しくないんであんまり言うと間違ったこと言ってしまいそうなあれなんですけど、まあ、そういう感じでリースで買った場合そういうのがあるよというのも覚えておいてほしいです。あと、まあ、リース会社さんとかそのプランにもよるんですけど、ボーナス月の支払いが強制的に組み込まれてるとかっていうのもあるんですよ。その月ちょっと多くなるってことですか？そうそう、何年に2回多くなる。それで言うとさっき言ってた月々の支払いが一定っていうの、まあ、例外もあるってことですか？例外もだから月々こんだけで抑えられますよみたいなね。だからそこはちょっと契約するときには注意してもらいたい点です。アプリで音が変えられるマフラースピーカー、そう。はい、では、ここまでねメリットデメリットっていうのを話してきました。ではこれを踏まえてね、一体どんな方がリースに向いているのか、月々のその出費を明確にしたいっていう方、あとは最初にまとまったお金っていうのをね用意しにくい方っていうのもリース向いてます。あとは次々とこう乗り換えたい人っていうのも、契約期間さえ短くしてればリース終了後にまた次の車次の車っていうのがこうどんどん変えていけるっていうので向いているかなと思います。で、あまり長距離を乗られない方、想定されている走行距離を絶対に下回るよというのが分かっている方っていうのは安心して乗ってもらえるかなと思います。はい、以上がカーリースについての説明でした。まあ、いろんな購入方法がある中、まあ、一つの参考に、これをしていただければと思います。もっと詳しく聞きたいとか、これとこれどっちがいいとか、そういうの質問もあればコメント欄でぜひ気軽に相談してください。このチャンネルでは販売車やカスタムパーツ、新型車種の紹介をしています。お問い合わせは公式 LINE にて随時受付中、お気軽にお問い合わせください。インスタグラムもやってます。公式アカウントだけでなく僕個人のインスタもありますので、ぜひ概要欄からフォローお願いします。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。